こんにちは、池部楽器店ドラムステーション秋葉原店の島本と申します。今日ご紹介させていただきますのはシンバルメーカーマイネルの2017年度の新商品ですね。今年度から新しく登場しましたアーティストモデルのいわゆるスタックシンバルですねが4機種発売になりましたので、ご紹介いたします。まず一番左側にあるモデルですね。こちらが、ルーク・ホランドというドラマモデルになっております。で、もう全て2枚重ねの、シンバルのセットとして販売になります。でルーク・ホランドモデルはですねクラシックカスタムの12インチのこの穴開きのスプラッシュ、あとボトムに来るのがバイダンスシリーズですね。で16インチになってまして、バイダンスシリーズなんですけどサウンドブラストがしてあって、さらにこう穴が開いておりますのでトラッシーなサウンドの組み合わせになっています。でサウンドとしてはかなり特徴的なサウンドではあるんですけども、バレットという名前そのものですね弾丸のようなという意味合いになってくると思うんですけども、瞬間的に非常にこう高い高音域の成分がこうザクッと出まして、非常にギラッとしたサウンドになっていると思います。それでいて一瞬でやっぱりサステインが切れるので、本当にこう弾丸を打ってるような非常にこう鋭いサウンドにはなっていると思います。かなり特徴的なんですけども非常に有効なスタックだとは思います。でその隣ですね、こちらは渋い色になっていますが、マット・ガーストカというドラマーのシグネチャーのスタックになっております。でこちらは非常にこうダークなサウンドが特徴だと思います。で重なっているのは、仕上げとしてはエクストラドライシリーズとほぼ同様の、仕上げになっているバイザンスのシンバルですね。で、トップ側が、18インチになってますね。でボトム側が、両方特徴的な穴が開いているんですけども、ボトム16インチのチャイナになってます。で穴が開いていて、やっぱりこうドライなフィニッシュになっている組み合わせになっております。サウンドとしてはやっぱりそうですね、一番こう、ファットスタックという名前なんですが、もうそのものですね、非常にこう、低音域が多いと思います。で非常にこう、ダークでありながらボリューミーで、ギラギラした高音域はあまりなくて、非常に乾いたサウンドになっているので、非常にこうマルチに使えるかなという印象がありまして、ボリュームあるんだけど耳障りが良いというサウンドになっていると思います。でその隣ですね、こちらが、ディープハッツという名前が付けられてまして、アニカ・ニールスという、女性のドラマーの、モデルになっております。でサイズはトップボトムとも18インチになってまして、で非常に大きいんですけども、セッティングとしてはもうハイハットのような形でセッティングするような形になっています。ボトム側は、いわゆるトラディショナルの割とスタンダードなバイザンスのフィニッシュになっていると思います。でトップ側は同じく18インチでバイザンスなんですけども、やはりサンドブラストという加工が施してあって、バイザンスヴィンテージに近いようなニュアンスになっていると思います。でこちらをこうで実はこのモデルに関してはハイハットアタッチメントというのが一緒に付属するので、別途何かアタッチメントを特に買う必要はなくて、そのまますぐにセッティングできるようになっております。でこのハイハットアタッチメントを使ってシンバルスタンドに、接続することによって、クローズドハットのような使い方になってくると思います。でこれもやっぱり少し乾いたような印象で、非常にこうダークなサウンドではあるんですけども、ちゃんと高音域のところもいてバランスの取れたスタックサウンドになっています。でやっぱ18インチあるので、音量もそれなりにあって、でタイトな粒立ちからハーフ音符のニュアンス、あるいはクラッシュのような大きなビートまで、一つのスタックでいろんな要素をビートを出すことができる、非常にこうマルチなスタックになっていると思います。で最後になりますが、一番右ですね、こちらがトーマス・ラングのモデルで、スーパースタックという名前が付いております。で、サイズはトップボトムとも18インチになってまして、シートシンバルであるクラシックカスタムシリーズのシンバルで、作られております。でトップに来るのが、18インチの、穴開きのチャイナシンバルがトップに来ます。でボトムに来るのが同じく18インチのやはり穴開きのクラッシュが来まして、このような形でセットアップするようにはなっております。こちらも非常に分かりやすく、もうハイピッチで明るくて、そして切れ味があるという感じになってまして、すごく鋭く分かりやすいサウンドですね。で18インチあるので高いところの切れ味だけじゃなくて、ちゃんと中音域低音成分もちゃんといるので、薄っぺらい音にはあまりならないかなという印象があって、非常にこう音負けしづらい、はっきりと表現できるスタックになっていると思います。